はい、どうもこんにちは。今回はまた Life is Strange, True Colors 続きからやっていこうかなと思います。前回は、えっ、ー、と <laughs>、前々回から始まった、えー、なんだっけ、えー、RPG。RPG の、やることにあるけど、えー、ソウルアメジストとサファイアを手に入れたのかなで、あと、ルビーと、まあ、メモにある花屋による、 があるから、まあこれをね、ちょっとやっていこうかなと。で、ラスボスまで行けるのかな。<laughs> この感じ行ける気しないけど。あの u s はどうなってるのかな。あ、ジョギング中の俺があれだ。ちょっと救った人だ。元気なった？今日は気持ちよく走れたわ。うん、本当最高よかったね。そっか、それはよかった。ここでストレッチするんだ。お前一目気にしたことないだろう。<laughs> こんな人,人の店の横でジョギングできるやつがいるかお前。 人の目気にするタイプじゃないだろ、元から。ちょっとここに寄っていいうん。銀融詩人ギルドの用事なんだよね。今その、えっと、銀融詩人ギルドのことでちょっと、用があってね。ごめんね。そっか。いいよ。えー、ごめん、なんか、ちょっと、陰りがあるじゃん。待ってくれんの <laughs> ごめんな。 いいさでもだってこれ今行かないとダメでしょ多分。後でいいなら別に行かないけど。今、後で行けるか分かんないからな、こういうのって。一応メールが来たのは今のタイミングだからな。いるかいえー、何ちゃんだっけディーカスタマーズ。 リリース c ハワーズオブオペレーションデュアリン during May and June as we search. あ。え冬着て、服着てんじゃん。ハロゲン。<laughs> ハロゲンってあれマスカーの、なんだっけえけ、ー、けゲ,ゲ,ゲ、原子原子水平リーベイのやつなんだっけ来たね。 ここは特にあれか飾り付けとかなくてねああかわいいかわいいえっとまあこれ USB が全然回な全然前回全然全回かなここ最近 のうん小さい町ならではだよねレーターだ5月6月営業時間たしくなんでライリーをお祝いしてんのライリーをなんでなんでライリー何があったの話聞いてなかった別れなかったから何かあったの わかんねえ <laughs>。わからなかったから進展したのか何、何かわからない。お祝いする理由がわかんねえさな。そうね。私がバスでここに来たのは一ヶ月前だっけ。それだけ恋1日をすご毎日を過ごして、あ私がバスでここに来たのは一ヶ月前だっけ。 本当は確認中のパスワード。三 <laughs> 十35万件もやったのか。パスワードクラッカー。7日間無料トライアル版じゃん。まだまだこれ見る限り特定はできてなさそうだけどなぁ。ドライリー。USB はどうまだダメね。あと数時間はかかるかな。そう。 解析中のパソコン見ちゃった見ちゃった見ちゃった見るだけね。わかった。手伝ってくれて本当ありがた。さんじゅうごまんぎやとみたから気にしないで。これもゲームのためだから。それにちょっとだけ。楽しいし。そんなにパソコンに詳しいしんて、ね。ああ、まあ、ロボット工学やってたも,んなもっち系実はね、まだ決めてないの。普通の工学系でもいいけど。え ロボット系もいいし決めてないのにまあその話はまた今度エレノアについてああここ打ち明けるとかあるのかな今朝エレノアさんが店に来てたよ拗ねて出て行ったのよ何かあったらこうするのよっていう話延々としてたからさ<ー> <laughs> なるほどだって私が出てった後一人じゃ心配だもの そうねーそっかそうかもうずっとこの町出ちゃったらそうかエレナワさん一人になっちゃうのか最近見てないけどマックはどうしてる <laughs> うん元気にしてるわああ、まあまあよかったね <laughs> 実はまた揉めてるの。 私が町を出るのが気に入らないってえ、そっちそっか。<laughs> いい顔してたな、ね、今じゃあまたね何かあったら知らせるからああ、そっか、マックは町出ないからブーブー言ってるってことかつくづく、つくづくめんどくせえ男だなつくづくライリーがパソコンに強いなんて知らなかったよほんと まあ、パソコン更新されてないだろうな、別に。じゃあ出ようか。終わってるもんな。OK。じゃあ行こうぜ、ゼルビー。ごめんな。セイノアさん。E さんであり、セイノアさん。お時間取らせてしまって。申し訳ないぜ。行こうぜ、ゼルビー探しに。ゴブリンだかトロールだかがいるんだろうそいつ倒して、全部の、えー ジュエルだっけ宝石を手に入れたらラスボスと戦うのか行こうぜだがそこまでライアンでラスボスは誰がやってくれるんだろう橋の方も調べた方がいいかな。帰ってきたよ。あーついてきてくれるオッケーオッケーオッケーじゃティクティ 出てくんじゃないいえ、いってるいってるから俺いってるからマジドおにアレックス落ち着けあ始まったあ出てきたじゃん危ないぞお前らうわ<ー>シチャンピオンベルトつけてるうわやっ伝説のアイテムホントだでも伝説のアイテムてれだからないい <laughs> 人間の顔で,できてんだて怖いモンスターなんだねあるんだぜ伝説のアイテム買いました、うん、トロールダスト、うん、これがかかったトロールはえでもこれ経験値上がったいが大丈夫か <laughs> 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 すまん、選択肢ヨグでテクルトナー。おお、そうやりきないなれきってくれてるな、ちゃんと。<laughs> えっと、ナメクジチップとか、川の水はベルトについてるそれは どうぞそんな軽く私の友好的になっただけだじゃないこれはあげられないよみたいなあるかもしれないなんかある知ってるはいってかマスクのクオリティ高っ レイジストライクああこれがあれか最強技か俺も手に入れたもんなさっきありがとう3ダメージ1回しか使えないやつまあ友好的だからなこれ言えるよな、うん、<laughs> 君は何事もよく考えて行動するところが素晴らしいな、うん、君の素晴らしいところは 人の心を覗く力を持ちながら、信じる心を忘れないところだ。あれ、変なトロールだね。うん。なんか今のエモいシーンは。さあ、そろそろ。ちょっとエモいシーンなんじゃ今の。また来いよ。待ってるぞ。お、橋を行かなくていいの。三 <laughs> つとも見つけたし。 あっおっきょっきょっきょっき戻ろうか、うん、電話きたあ今から参加できちょうそうなのがピート・ノバク観客として楽しんでいい人ばっかこの街の人はそうねクオリティ高かったわうんちょっと走ろうかなんかなりのクオリティだったからな これ、帰り大丈夫か安心して帰れるかこれ。大丈夫かこの怒り狂った男性もいるけど。この王様のところ,戻ろ、戻る王様のところに。なんか追加されたりすんのかな、はあ待て、妖精さんがいる。妖精さんうわ、嘘でしょ。

えでも俺、王のとこ行ってたよ王のとこあれってスカイソードだよ漫画に描いたやつそのまんまだお本当だ。ほら、ここも持ち手だって宝石の。褒めれそうえ、ちょっと大さんとか行かなくてい,い,い大丈夫いいもらっても。 えーどうしようこの一言結構難しいよなあまあ甘やかしちゃうかもうイーさんーのものちょっと甘やか甘やかしちゃうか抜けるかお前これ伝説のいしか抜けないやつじゃないのこれ大丈夫 電,電車しか抜けないやつだってこれあ抜けたあっさりいったああ最高級の光が酔ってる <laughs> 嬉しさに満ち溢れてるきたー電説電車爆誕すよ <laughs> 感情が強すぎてもうその世界に入れたのかまか実際そうだったもんな初めてイーサンに会ったとき怖がってたイーサンを見て世界があれだったもんなイーサンが見えてる世界を見れたもんなえかっけえ 俺のま王様のとこまで行ってよねえよ。えハッピーバースデーしか知らないんだけど大丈夫ああ、まあこれは戦々告っていうもらう予言はついに現実にっていう今あることを祝いたいな。なんか、まあマジで鉄腕の友なんだけど。 えちょっと王様のとこ行ってないって俺まだえちょっとっ王様のとこ先行った方が分かったんじゃないこれ飛ばしちゃったくないこれこれ飛ばしたよな多分やっちゃったかな王様に話しかけたらなんか町にいるこのここの場所教えてくれたのかな他え 王様。スカイソードは渡してもらおう。ソウルジュエルもな。お前は不ジミのストームライザー。テイバーをのショータイはお前だったのか。おろかものどもめ、だまされている。ほは似合う。すべてのソウルジュエルを集めてくるとはな。ストームライザーで食ってかかる。 性能を上げます。まあ、あくまで俺の立場と考えたら性能へのサポートだからな。あえて励ますのもいいんじゃないこれで最後だ。頑張ろう。逆らうなら倒すまでだ。あ、だから王様のとこ行ったらいなかったとかなんかな。うわ、見たかったな。お前見ろよ、まあ、お前。うちには化け物みたいな化け物いっぱいあるからな。えなにこれ。なーにこれ。<laughs> いっぱい、なんかす,すごい。世界も具現化してるからこうなってんだ。なんだこれ <laughs> いや。やっぱ効果覚えてねえ。効果覚えてねえよ。いや、これ優秀になったのはいいんだけど、効果が見えなくなっちゃったじゃん、代わりに。魔法、効果が見れなくなっちゃってるって。それはそれで困るって。 もういきなりパラライズ風がか,かましてんパラライズ風がか,かっけえかっけえ3ダメージだよあれど,どどういうあれだっけレイジストライク魔法えどっちだっけなーでも魔法もともと確か二2個しかなかったからレイジングストライカー よいしょー。ほらー。あ、食らってる。じゃあ、アイテムで、もうガンガンいっちゃおうか。せの、これ、俺倒しちゃうかも、俺。うーってやるのがわかんねえ、まだに。ワン、ーーーワンパンないか、大丈夫か、ワンパンある。 炎があーでもなんかあ倒しちゃった <laughs> 地味な倒し方あのー、ポケモンでいう巻きつくみたいなやつで倒しちゃった計測ダメージで倒しちゃった,った,っためちゃ地味な終わり方しちゃったやったなあ あボス戦って最高とかのがいいんじゃない直近の感想だし楽しかったもうなんか大人すぎるもんえっこの間のトラウマの音じゃんまずいあの爆破の時の 死んじゃった僕のせいだ僕がバカなことをしなければゲなム死なずに済む何で急きたイーサー。普通に今日の部今日の部のサイレン聞いてイーサーのせいじゃないだからあそうトラウマなっちゃうよな自分を責めないで。 ね、え、ハッピーな折れ方したかったって、唐突すぎないサイレンの音。<laughs> 文脈が読めないんだけど。単純にあれかなだから今日の葉っぱのサイレンが鳴ったってことでいいんかなで、そのサイレン聞いて、兄さんが死んだあの日のことを思い出した的な描写か今のは。あまりにも <laughs>。 単純に、どっちなんだろうな。単純に今日鳴ったから思い出したのか、何かが契機で、イーさんが思い出しちゃったのか。まあ、多分、前者だと思うけどね。今日のサイレンが鳴って思い出したみたいな。いや、そうだよな。トラウマなっちゃうよな、普通に。あ、帰ってきた。ネイルこっちよ。 急に日常に戻ったなまたえアトリエかえ、何これあまあ途中だからだけどなんかいるな3人ぐらいいるなアレックス来てくれてありがとううんうん、うん、いいさんはお父さんとええさっき出たわ えど,どういう関係お父さんと俺が言いたかったの、うん、今日はありがとうえなんか整理がつかないです <laughs> えセステフの結婚の件といい俺なんかすげえ見逃しちゃってるかなんかと飛んでるえまあ立ちます笑れましたまあでも正直、うん、私もかなり楽しませてもらったけど おかげでアレックスはあの子のヒーローになったみたい。うーんよかった。私的にはヒーローはイ、e、ーさんの方だよ。クリエイティブで親思いで。さっきもお母さんが出てきて喜んでたよ。そうね。いいえ、きっとあの件に喜んでたんでしょ。うん、うん。お母さんが参加してくれた、まあ、ったんだよ。どっちもあるよ。 ごめんなさいえなんで気にしないで平気いやほんと構わないでただちょっとねあこれなんかあるぞ <laughs> いやでもこういう状態でよければ話聞くよりいろいろ大変だねの方がいいのかもねもしかしたらやっぱりいきなり寄り添うとうよりも徐々に寄り添っていくやっぱ大変だよね <laughs> イーさんのことだけじゃなくてお店にお祭りの準備もいいね私に手伝えるこの前置きい丈よめっちゃ抱えてんなこれがあれかこのパートのあれなのかもねそういうでかいイベントかもな放っておけないよこんだけまあイーさんも含めてなんたら兄さんも あなたにお世話になってきた。実際私もこの街に来て、シャーロットさん、あなたに支えられた部分はあった。そんなあを、今のそんなあを見て、放っておけるわけがない。だけど、放っておけない。ええ、怖怖っ。 これは何かあるぞごめんなさいこれがあれだこれがこの回のあれだ気するなちょっとこれでもここで切りたいんだよな <laughs> ちょっと終わったからなっか何だこのじじい何だこのじじはあな何ならこの日の夜に祭りがあわんだすごい一日だなステフ ありがとう、すてもよかったよ。あ、ある。大成功だったね。ショー取れるくらいの技術シジンプリだったよ。よかった。いい演技だったよ。じゃあ次回はこれ、まあだから、あれだかな次回は頭はまたムービーから入ると思うけど。じゃあちょっと時間あるし、見るかこれ、せっかくだし。<laughs> めっちゃあんだよな。えー、っと、えー、っと、 ここからだな。<laughs> うん、ここからか。ここからはむずいな。ま、一回、やっぱり、エレノアさん恐怖と、ライアン怒りと、喜びはでも一緒かなんか、パートごとのあれだから、その後ろつけるかダイアンかわしみ、イさん喜びを、まあ、イさん喜びとか多分これ今回、 のあとだろう多分。だから、パートのを立つか。<laughs> そういう感じでやっていくか。じゃあ、ごめん、今回ここでいったんるか。はい。次回、じゃあ、これだな。まあ、あ今度はま手帳に加わってくると思うけど、シャールとさんの怒り。多分、これで、このショーが終わるのかな多分。はい。じゃあ、次回やっていこうか。じゃあ、アザシだ。